松阪牛のね、吉田っていうお店なんですけどね、まあ吉田さんっていうね、社長さん、その方がね、親しくしてて、まあ僕ここのプロデュース頼まれたんですよ。で中をちょっとね、そういう意味で飾ったりいろいろしてありますからね、ちょっとご覧いただきたい。これね、今年で102年創立、すごいというところで、老舗のね、時計屋さんなんですよ。時計屋さん、時計屋さんが、これを作られた。2011年だったかな、その時にこれ作った。11年前。15年、あ、そう。2015年、嘘ついちゃった。2015年。はい。すごい和の雰囲気が。うん、そうね。すごいですね。はい、というわけで入ってみましょうかね。いいですか。楽しみ。はい、どうぞ。ありがとうございます。よろしくお願いします。こちらの扉を開いていただいて。こちらからいいんですか。ここ。すごい。開いちゃった。わー。ね、まあどうぞ。また全然雰囲気違う。違うでしょ。大きいお部屋になった。ここね、ワインもね、すごい勢ぞろいでね、すごい空間ですね。びっくりしちゃった。あの扉からは想像つかない。ここはね、なんていうの、時計を見せるためにいかに明るくしてあるか。ああ、そういうことなんですね。じゃあお肉屋さんというかレストランだけど時計、結局展示会をここでやるっていうね。なるほど。展示会もしてでお食事も提供できるっていう、あ、すごい空間。というわけですね。そこ明治神宮なんですよ、それ。あ、これ？あれ？これこの目の前の。これ、あ、本当だ。そして向こうがね、神宮外苑。あ、本当だ、あのスタジアム。オリンピックのね、あれがあるでしょ。すごい景色。でも一番いい時間帯。うん。ここがまたね。はい。こういう和風でね、座れる。あ、本当だ。掘りこたつになってる。そうなんですよ。その日の気分で変えられますね、先生。あ、どうぞ。ありがとうございます。全然雰囲気違う。あとこの時計があるのがすごい。すごいね。欲しいですか、これ。いや、もう置くとこないです。すごいでも綺麗だなと思って。さあ、実はね、この吉田社長とね、随分いろんなお付き合いあるんですけど。今回ね、マギーさんとこういうようなコラボが取れるんだったらっていうね、プレゼントいただいちゃったのよ。そうなんですか。ちょっと開けてみてください。はい、どうぞ。ありがとうございます。いいんですか。あ、吉田さん、吉田って書いてありますね。開けますね。こんな、ありがとうございます、サプライズ。では。はい。だっと持ち上げてください。めっちゃ可愛い。これね、馬蹄ね、馬の蹄。もう。めっちゃ可愛い。お揃いですね。お揃いです。お揃い。ありがとうございます。だって、こんな高価なものを。これ一度抜いてから、はい。ねえ、なんかこれどうやって撮るんだろう。いや、マギーの好きな色何ってビリーに聞かれてたんですよ。でも別に何のなんか風水の話でもすんのかなと思ってと思ったらジュエリーだった。わーお、超素敵。ありがとうございます。いや、もう白とゴールドが私が一番好きな色っていうのを伝えてたから、ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです、本当に。あ、行きましょう。お食事？そう、火鍋を予約させていただいて。火鍋。大好き。辛かったりね、みんな2種類ぐらい分かるんでしょ？そうです。ね、やった。どちらですか、場所は。三田の方ですか。三田。わかりました。はい、ぜひ行きましょう。行きましょう。でも辛い。まあ辛いけど私も自分が胃が弱くて、食べたくても食べれない、あの辺で取れる食べ物自体それに合った肉だとかそういうのが多いの。どうもありがとうございました。